皆さんこんばんは、ななみです。今日は前やった髪型とかが結構好評だったので、メイクから髪の毛のセットまで一式やってみましたので、それではどうぞ。まず下地はポーランドジョーを塗っていきます。私この日バッと手のひらに乗せちゃったので、そのまま手のひらで、つけて塗りました。ファンデーションはスックのファンデーションを使っていきます。でこちらは本当に長時間持ちが良くて気に入っています。ディオールのコンシーラーでくすみを飛ばしていきます。私は頬骨のあたりだったりおでこ、口元にも塗っています。コンシーラーはお気に入りのザセムのコンシーラーを塗っていきます。でこちらベストコスメにも入るぐらい気に入ってよく使っています。全顔にはたくんですけど、軽くまんべんなくつけるっていう感じでつけてます。ハイライトはお気に入りの RMK のものを使っていきます。鼻筋に塗った後、残ったクリームを目頭だったり顎につけていきます。エクセルのアイブロウペンシルの02番を買い直しました。なのでまたエクセルが復活しました。この時の眉毛は結構平行並みに眉山をあんまり作らないようにして塗りました。アイブロウマスカラは最近もっぱらキャンメイクで塗っています。ノーズシャドウは最近買った韓国コスメの福袋に入っていたものを使用します。でこの時ピンボケが起こっていたので、ちょっと前の動画を使わせていただきました。塗り方的にはいつもと同じで、鼻筋に沿って塗るだけです。エチュードハウスのアイシャドウパレットを塗っていきます。マット寄りのブラウンを先にまぶたに広げていきます。そして赤っぽいシャドウを目尻側に入れていきます。結構がっつり色が乗ってしまったので、この後指でぼかしました。指でぼかすことによってこのように薄くなりました。下まぶたにはパープル系の色を入れていきます。上まぶたにゴールド系のラメ感のあるカラーをのせていきます。私はポンポンとやってのせています。同じアイシャドウを下まぶたの目頭側にも入れていきます。指でなじませるとより綺麗に仕上がります。ペンシルアイライナーを使って目に沿って塗っていきます。まぶたを持ち上げて粘膜にも引いていきます。そして目尻側に後でアイライナーを引くんですが、指でアイラインを引いておきます。下まぶたの粘膜にもアイラインを引いて、目尻側は粘膜ではなく下側に塗っていきます。先ほど指で引いたところにラインを沿って塗っていきます。とにかくまつげの間を埋めていきます。そして目頭のラインを描いて、バランスを見て塗ったり減らしたりっていうのを繰り返していきます。マスカラはいつも通りケイトの下地を塗ってから、クリニックのマスカラでまつげを上げていきます。チークはオレンジ寄りのものを使用しました。こちらを頬骨のあたりから内側にかけて塗っていきます。先ほどノーズシャドウにも使用したものをシェーディングとして使います。リップはクリスマスプレゼントとして旦那にいただいたシャネルのリップを塗っていきました。でもね、自分でカラーは選んだんですけど、本当にこのカラーが可愛くて選んでよかったなと思いました。続いてヘアになります。まず前髪をジグザグにセットします。私は前髪の方からやっていきます。前髪をまず外側に巻いてバランスをとっていきます。
前髪を巻き終わったらまずは内巻きにして、その後ミックス巻きなので、内外内外っていう感じで巻いていきます。最近髪の毛をすいていないので量が増えてきたというのもあるんですけど、後ろでまずゴムで結んでからこうちょっとずつ必要な部分だけ出すようにしてます。後ろの髪っていうのは結構巻きが取れやすいので、しっかり上の方まで巻いてちょっと長めに置いてます。くしで溶かして全体的なバランスを見て、ちょっとボリュームが足りないなっていうところはもう一度巻いていきます。納得がいく髪型ができたらケープで固めていきます。私はクシュクシュとやってこう形をギュッギュッとやるようにするのが好きです。前髪は固めすぎちゃうと変なツヤ感が出たりとかするので、軽めにシュッシュッとします。反対側も同じように中間、毛先、前髪と固めていったら完成です。はい、こんな感じで今回は髪の毛のセットとメイクをやってみました。結構リクエスト多かったので、なんか自分に合ってるのかなっていうのは感じました。少しでも参考になれば嬉しいです。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。